食べ終わった？うん。何？持ってるじゃん。いきなり1万円？新旧祝い。へえ、ありがとう。ルミ好きな。やった。買いに行ってきます今から。でも無駄しないで、それだけ。何無駄？あのガチャガチャとか、うん、漫画とか。分かった。やったー、ロッキーたちにも顔を。できまーす。はい、家に帰ってきました。で、今回ね、ちゃんとよく考えて、本当に使うもの、ほとんど使うものだけ買いました。じゃあまずは一番最初にビレバンに行って新しい筆箱を買っちゃいました。で、あの文房具とかも買ったんだけど、今度のあの新しい筆箱紹介でね見せたいなと思うので、じゃあちょっと一瞬だけねこっちに戻すとき一瞬、はい、あのもうわかるよね、あのロッキーが狙いやすい筆箱です。ちょっとモコモコしてる。じゃーん、はい、終わり。何の筆箱でしょうか、ロッキーので。筆箱、今回買った筆箱が、2000円だったので、2000円は筆箱に使っちゃって、で、あと他にビレバンでお土産ないよ。本当あります、ロッキーたちもちゃんと買いました。じゃあビレバンで買ったものはまずじゃん、ちいかわのバスボム、ちいかわのマスコットが入ってるバスボム、あと8割でコンプリートなの、あと1個でコンプリートだから出てほしいですね。栗まんじゅうがねいつも出すぎてるので、もう栗まんじゅうは出てほしくない。で、次が、あのね、ずっと欲しかった靴下見つけたの。めっちゃ可愛いよ、これ。手をつなぐ靴下。ちょっと開けてみるね。超可愛いから。あの、ロミ、あさってから学校始まって新しい靴下欲しいなってずっと思ってたから、マジでこれ嬉しいです。これがね、まずこうやって靴下履くじゃん。で、履いたら隣のやつで手つないでくれる靴下。で、可愛くない？めっちゃ超可愛いよね。で、あと友達とかが靴下履いてたら友達もここで手つなぐみたいな。これが660円です。これ学校で履いていきます。で、ビレバンでは最後、ロミ最近ちびまる子ちゃんにめっちゃハマってて、ちびまる子ちゃんの前髪クリップが出てたから、ランダムなのこれ、買っちゃいました。594円。いきます。まるちゃんかたまちゃん、はい、たまちゃんだ、やった、めっちゃ可愛い、はあ、よかった。丸尾くん出たらどうしようかと思った。え、超可愛い。しかもこれね、アニメじゃなくて原作漫画の方の絵柄なんで超可愛いの。こうやって前髪クリップになります。いつも前髪止めて寝てるからちょうどぴったりですね。可愛いでしょ、リク。はい、ビレバンでは以上です。で、他に新学期、来週からもうロミ2年生なんですよ。早くない？専門2年生になるので、あの新しい文房具買いました。ボールペンとマーカー買って、ちょうどマーカーが、インク切れになってたから超かわいい、ちいかわのマイルドライナー買いました。黄色ですね、こんな感じ。これが275円で、もう一個がこれボールペン、黒のボールペンです。で、これが385円ですね。これ、あの黒のボールペンは本当に何本あっても足りないくらい毎日使うんですよ。専門学校実習室に入るとシャーペン禁止なの。そのシャーペンの芯とかが、あの作ってる時に異物混入になっちゃうからボールペンだけなのね。だから黒のボールペン毎日使ってるから、前も買ったんだけど一応ね、もう一個新しいの買いました。 0.4 のさ、ボールペンってさ、あんまり見ないからちょっと楽しみなんだよね。で、これもちいかわです。可愛いでしょ、ちいかわの文房具買っちゃった。で、あともう一個が2年生用のメモ帳で、新しいメモ帳をね、無印で買ってたんだけど、これの半分くらいの大きさで、すっごい使いづらかったの、あのいっぱい書くから。で、前にこの大きさのあるかな、こっちちょうどあった、これが1年生の、前期くらいで使ってたメモ帳で、これが本当に使いやすくて、こんな感じでもう全部いっぱいなのね、めっちゃいっぱい書いて。で、同じやつのポチャッコ買いました、660円。で、中身がこうやって横になってるやつが好きだから、書きやすいからこれを探して、よかった見つけられて、本当にマジこれめっちゃ使いやすい。ボールペンもね、引っ掛けられるし、大きさもちょうどいいから、これ2年生から使います。で、あとじゃん、ちいかわの韓国のグッズ見つけたの。ランダムマグネットなんだけど、あのいつもロミ学校のロッカーにマグネット貼りまくってて、もうちいかわのロッカーになってるのね、ロミのロッカーで。あのこのマグネットも貼りたいなと思って買っちゃった。じゃん、270円。
韓国限定のチーカーグッズも狙いはウサギです。開けます。せーの、じゃん。あ、かわいい。ほら、あ、ラバーマグネットみたいな感じだね。鎧さんとハチワレチーカワで韓国語なの。やっぱめっちゃかわいい。うわ、ウサギ欲しかった。次が100均寄って、100均で欲しいものあったから100均でね、1個だけ買う予定だったけど4つ買っちゃった。まずこれ、まつげブラシコームですね。これがあのまつげのマスカラのあのダマとか取るようで、あのロミのこれがもう汚くなって、本当にもうダマ取りたいけどダマ余計ついちゃうみたいな汚くなっちゃったからいっぱい入ってるやつ買いました。で、あとはあ、これが前にもね買ったペンライトスタンド、あのプリキュアのなんか置くやつ、ディスプレイのやつ買って、これがね買っちゃったの、スライム。なんか懐かしくて触りたくなっちゃって2個買っちゃいました。じゃん、つぶつぶ粘土と普通のスライム。マジで懐かしいなと思って1個開けますね。つぶつぶ粘土がとにかく触りたかった。前にガチャガチャでやった時あの乾燥してて全然ね気持ちよくなかったから。うわー、やばい、懐かしいね。え、ロッキー、アバホロッキーのじゃない。あ、くそめっちゃ懐かしい、気持ちいい。超久しぶりなんだけど触ったの。やばい、もうこれ止まんなくなっちゃう。しまっとこう、あとでゆっくり遊びます。で、これが普通のスライム、あとで触ります。で、次がスーパーに行ってお父さんに、じゃーん、マンゴーモンスター。これまあ250円くらいかな。お父さんがめっちゃ好きなやつ。はい、はい、どうぞ。ありがとう。で、次がじゃん、ヘアオイルです。ロミ、ヘアオイルを1ヶ月前にあのなくなっちゃって、ずっと新しいの買おうと思ってたんだけどいいのが見つからなくて、でもさすがにロミ明日友達と遊ぶ予定もあるしヘアオイル買っとこうと思ってフィーノのヘアオイルにしました。いや、本当は違うやつが欲しかったの、でも売ってなくて、でもこれがいい香りだったからもういいよこれにしようと思って、これ1000円くらいです。もう1ヶ月ヘアオイルなしで生きてきたロミ。で、次が300円ショップで2個買いました。まずこれ、あのロミさんよくさ料理とか結構するじゃん、お弁当作ったりとかで、これがなくなっちゃったんで買いました。ストックバッグ、ジップロックみたいなやつですね。前にもこれ同じの、全く同じの買ってめっちゃ良かったんでまた買いました。330円。で、次が300円ショップだけど550円の商品です。で、これがめっちゃいいじゃんと思って、保存容器みたいな、こんな感じの、これがちゃんとしたお皿にもなるし蓋もついてるから、あ、開いた。あ、ちゃんとあれだ、密封もできる。こんな感じでお皿にもなるし蓋もついてるから保存容器としても使えるよみたいな、超可愛いしちょうどいい大きさだなと思って買っちゃいました。可愛くない？これ料理とかよくするからこれは愛用します。で、次ペットショップに行ってロッキーたちへのお土産を買ったんだけど冷凍庫にしまったんで、何かなロッキー。で、ちょっと今日さめちゃくちゃ暑くてお店の中でも暑いなと思ってあの買い物してたらペットショップでもうねワンちゃん用のアイスを見つけたの。だからあの3匹分買いました。いちごのアイス、めっちゃ美味しそうじゃない？いちごで。で、今ねあげたいけどこれさ後で庭であげようかなと思って、今あげたら絶対大変なことになる。あ、いい匂い、めっちゃいちご、こんな感じ、中身ちゃんとしたアイス。え、ロミ食べたいんだけど。で、ここにね体重で10キロの子だったら2個だって。10キロで2個、ロミ何個食べれる？7個食べれるよ。レイは8、9個レイ。え、足りないじゃん全然で、これ1個300円だよ。しかもあ、リクちょ、あ、リクでも10キロで2個だからリクでも足りないまあまあまあ試しに買ってみたんで、まあね、あ、後で食べよう。もうレイがさ食べたい食べたいやってる。お庭で食べようね、今食べたら汚くなるからね。はいはい。で、ラストが残り600円くらい残っててどうしようと思って、あ、あれだと思って、じゃーん、ミスド買っちゃいました。3個だけ買ってちょうど500円くらいだったので、まあ今回は9900円分あの100円のお釣りですね。で、買ったのがポンデリングといちごポンデリングとフレンチクルーラーです。これ後で食べたいと思います、ババたちと。はい、こんな感じで以上です。1万円分で新旧祝いってことで、無事歩行もなく新旧無事できるので、お父さんがね1万円、いきなり1万円分やってくれます。本当にめっちゃ嬉しかったです、ありがとう。で、今回買った中で一番嬉しいのは靴下かもしれない、ロミ。じゃあということでね、あ、
筆箱紹介楽しみにしててください。果たしてルミはどんな筆箱にしたのか、あの新しい筆箱と新しい中身もね紹介するんで楽しみにしててください。じゃあということでね、またいきなり5000円いきなり1万円分見たいよって思った方、グッドボタンチャンネル登録もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。